りしたのに結局演奏する人のテンションを高めるアイテムであるってことはまあ間違いないなとは思いましたね。明らかに弾いてて違ったわけなんで、その違った感じを伝えるためにはやっぱまずは使ってもらう、体感するのが大事ですね。